thank こんばんは、ヨグマタです、えー。ウェブダルシャンということで、えー、先日皆さんにお会いしました。また、えー、今日もこのようにお会いさせていただきます。えー、大変世の中が、えー、新型コロナウイルスの蔓延ということで、本当に多くの方が 感染されたりまた亡くなられる方世界のニュースが入りまた日本でもまだまだ増え続けているこうした状況ニュースがいっぱい流れ皆さんは不安不安な気持ちで過ごされていると思います絶対に不要な用事用事がない方は 出かけないようにやはり、えー、人と接触したりすることで、えー、いろいろ、えー、ウイルスも付与、えー、していることもありますしまた自分自身も、えー、何か体調が悪いとかそういったことで気が付かないで、えー、そういうものをですねこう人に、えー、害を与えるそういうこともあるかもし <laughs> れません。 ですから、まあ、そういったことでで,す、ね、できるだけおうちにいていただきたいとそれが自分のためでもあるし周りの人のためである私はヒマラヤにて深い瞑想さらに究極のサマディという死を超えて神と一体になる体験をしましたそして 真理に到達しましまた私たちの深いところにですね私たちを生かしめている素晴らしいですねそういう生命エネルギー生命の力の存在がありますそれは自己といいあるいは魂といいますそれを悟っていくことそうした私たちの生きる目的 できというのはです、ね、ただ、えー、ただ働くだけ食べて寝るだけということではなく自分の意識を進化させて自分は一体何のために生まれてきたのか、えー、どうして働くのかこの体は一体何なのか心は何なのかあるいは宇宙はどういうふうになっているのかそうしたことをね知っていき また、えー、自分自身をより素晴らしい存在にしていく真の成長を図るためにこの体と心をいただいてこの世に送られてきました今こうした世間が騒がしくまた私たちは常にですねこの体心がそうした小さなウイルスによっても侵されですね バランスを失いいそして、えー、蝕まれれね命さえも奪われるととうことがあるんですねでも私たちはこのことを通してですね反省しですね自分が正しく生きていたのかやはりストレスが多いとですね誰もが疲れを感じたり免疫力が低下してですね 病気にななりやすすくなっているんですねこういう時ほど、えー、私たちは自分を見つめですね正しい生き方をしているのか正しい心の使い方をしているのかそうしたところを見つめていただきたいと思います。不安な心をね、えー、本当に安心をいただくというのは難しいんですけれどもイライラしたりね 恐れたり、ね、まあいろいろなニュースが入ってきますしねいろいろな心配仕事に対する心配将来お金に対する心配数限りない情報にですね私たちはただおろおろしてですね心を惑わされねそして不安におののくばかり。 えー、そうしたところでどうやったら、えー、私たちはここからですね学びそして勇気これから勇気を持って生きていくというね、えー、この危機の時ほど私たちは大きな学びをいただいています、えー、心がねあると心は揺れます体も常に変化をしています私たちの奥深くに 動かない永遠の存在があるんですね。私たちを生かしめている存在です。魂の存在です。そこにつながる。そのためには自分を愛し、自分を信じるということが大切です。えー、そう言われてもですね、なかなか、えー、心がね、そのようにいかない、えー。分かっちゃいるけれども、やめられない。 どうしたらいいのかっていうねそういう気持ちになられると思います。私は皆さんに生き方を教えています。常にですね自分を見つめですねそして今にいるということね心の中を空っぽにするということ心は常に先のことを考えたりあるいは えー、過去のこととにね囚われていると思いる思ます今にいる、えー、それはもう例えば体のね感覚に意識を向けるということもね今にいることができるんですね、えー、特にこの例えば手のひらに意識を向けるとかねあるいは、えー、呼吸に意識を向けるそうしたことでもですね、えー、心を今に持ってくることが できるんですね、まあ,あの実践していく場合はですねやはりそれをよく知っている先生の正しい指導を受けてやっていただきたいと思います私たちの心というのはね常にこう動いているんですね原因があって結果があり原因があって結果があるそれはあのカルマの法則というんですね私たちは行為をするということをですね カルマと言いますそして必ず行為をするとですねその結果が生まれそれが心に刻まれていきます是非、えー、皆さんに実行していただきたいことがありますそれは行為をね良い行為にする正しい行為にするということです自分を傷つけないあるいは人を傷つけないあるいは ポジティブな考え方、えー、まあ一般にね、えー、自分を責めたりですねあるいは親を責めたりとか社会を責めたりとかネガティブな考え方をしがちなんですねやはり、えー、ポジティブに考える、えー、一番いいのはね感謝をするということなんですねやはりいろいろありますが全て学びとして 受け取り感謝をしてみてみいただきたいんですね。まあ分かっちゃいるけどやめられないっていうことがありますのでそれはみんな心にですね私たちはもうずっと何所も,もね生まれて亡くなり生まれて亡くなりっていうねそういう生と死を繰り返してそして今に命をつなげているんですね。 それはあの仏教的な言葉、まあ、インドの,です、ねあのまあ、ヒマラヤ聖者ヒマラヤ秘教の言葉で「輪廻転生」というんですけれども、まあ、そうした、えー、生死を繰り返し、ね、今に私たちは命をつなげていますその記憶が全部あるんですねそうしたものをですね,ぜひね内側を清めていく。 今こういう時期,に時期でまあ外にも出かけられません。私たちは自分の内側への、ね、旅をしね、私たちはこの今この肉体をいただき心をいただいて、えー、自分というものがあります。でも突然こう自分が現れたのではなくね、えー、小さい時まあ命をいただいて順に大きくなったわけですね。 そのこの私たちの中に見えない体というのもあるんですね。アストラル体というんですけれども、まあ、幽体、あるいは霊体とか言います、まあ。そうしたところにですね、みんな記憶が残っているんですね。そうしたものをきれいにしていくのには、いつもね、えー、感謝の気持ち、あるいはですね、 正しい考え方をしていくということがですね次に良い結果を生むわけです。まあこのようにね自分の心を自分でコントロールできる人になっていただきたいと思います。そうするとですねストレスを作らないそういう心の使い方になりね 私たちの生命エネルギーがですねどんどん蓄積されてストレスを受けない体になっていくわけです。それは免疫力がね高まっていく。まあこういった病気とかねいろいろなウイルスとかにこうやられないためにも常にですね私たちは正しい心を持ち自分を信頼し自分を愛しね そして周りのことに感謝をしてそしてストレスを感じないようなね生き方をしていただきたいと思います、まあ、私はですね研修というのをやって皆さんに深い瞑想をガイドしているんですねその深い瞑想を体験しますと全てのストレスが溶けてですねそして 今にいるというワンネスになることができるんですね。そこには光光と一体になり愛と一体になりあなたの中はね輝き始めるわけです。ですからそういった状態になるといろいろなね、えー、悪いものが全部消えてしまうんですね。日々あなたが瞑想を、えー、もし習慣化したならばねそういったストレスが 消えてですね免疫力が高くなりどん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 ですね内側から輝いてそして、えー、人を助けられるそういった人間になっていくことができます。えー、私は皆様にですねそういった内側を清めるレーザーのような波動を差し上げています。えー、今度そういった研修をね 行いますのでそれはやはり正しい心正しい心がけでそれを受け取っていただかないとやはりそのすごくパワフルなものですから曖昧な理解ですとね、えー、災いをもたらすかもしれないのでやはり聖なるエネルギーにつながって自分を信じてやっていただきたいんですね。 でそのやはり自分をね自己評価が低いとかねまあそういう言葉もありますけれども自分に対してネガティブとかねそういうものを取り除くのにやはり高次元のエネルギーにつながっていただきたいまあそうしたところでねあなたが素晴らしい自己実現をし自己改革をしてより一層ねこうした 難局、えー、を乗り切ることができるわけです。まあ、今日ちょっと、あのー、内側の話をしましたけれどねちょっと誰にでもできることでねあのー、なんですかね防虫剤っていうのがありますよね。ちょっと話が突然変わって <laughs> すみません。えっ、ー、とね防虫剤ってね、えー、それはね抗菌。 抗菌力があるんですね、まあ、ウイルスとかもやっつけるあの昔タンスにね、まあ、セーターとかそういうのに小脳とか入れましたよねだから小脳を、まあ、2個くらいねこう自分のポケットとかに入れていただきますと悪いばい菌がね、えー、来ないということでですねまああのちょっとしたね、えー、秘宝ですけれども是非試していただくと よろしいいかと思いますそれからあの先日お話しした、えー、やはり、まあ、私もずっと長い間白湯というのをね飲んで、まあえー、体がねすごく気持ちがいいのでそれを飲む,飲むんですけれどもお湯をねぜひ一日ね、えー、4回四日間の、えーまあ、シリーズで、えー、お伝えしていました。そして えー、そのヒーリングのですね、えー、プロセス4日間、えー、1日4回、えー、それからあのスチームのことを言いましたねぜひ先日のビデオねまたあ今回新しく、えー、この、えー、ウェブに訪ねてきてくださった方はぜひそれをご覧になってね実践して、えー、そしてね、えー、コロナのね、えー、コロナを撃退しね それは本当に効果がありますので誰もができる秘宝ですので是非尊いことですのでしっかり実践していただきたいと思いますヒマラヤ秘教の恩恵はですね命を輝かせる、えー、そうした道なんですね積極的に評価をしていきますそして私自身もね そうしたた力をいただいていだてます皆さんが私からのね何かを言葉からとか存在からとかね何かを受け取っていただきますと信頼を持って受け取っていただきますと内側がね何か変わっていくと思います。あなたの中にね素晴らしいね命の輝きがあります。 そここにががっていくことができます、えーぜひねえー、皆さんの幸せをお祈りしています皆さんがねこれから、えー、さらに生きていくのにいろいろな情報があって混乱するかと思いますけれどもこれは全てね成長のために与えられた学びの機会なんです。ありがたい私たちにはねいろいろ作り出す能力をいただいてます。 知恵をいいいただいています生命力をいただいています。愛する力をいただいています。みんなが平和でありますように。この体はね、えー、小宇宙です。そして体は土のエネルギーで出ています。できていますね。土のエネルギー。地球も土のエネルギーですね。その中に、ちあの、中心部はね、燃えて、燃えてね。 マ、えー、マグマがありますね火のエネルギーがあります川もあります、ね、そして空気もありますそうしたところでね地球の平和を願う、ね、そして地球が癒されますようにそしてみんなの地球このみんなの体も地球ですみんなの体がね癒され、えー、そして愛に満ちますようにねこれを学びとしてねどうぞ。 ヒマラヤの恩恵に出会ってください。えー、あなたにね聖なる波動を差し上げます。それをね、えー、あなたの中にいっぱい広げて、えー、コロナのウイ,スウイルスをね寄せつけない体になっていくことができます。それを私はぜひね皆さんがやっていただきたいと。ただ正しい心がけをね持ってやっていただくことが 大切でですので、まあ、本来ヒマラヤの恩恵はですね秘境と言われですね口伝でそしてマスターから弟子にね本当に丁寧に伝えられるものなんですね。今こうしてウェブを通して皆様にですねこう,こうしたメッセージを伝えることができ大変 嬉しく思いますえ今日皆さんがですね何かを感じていただき何かを受け取っていただけたと思います皆さんの中のです、ね、生命力を輝かせてください皆さん自分自身を信じてください皆さんの幸せをお祈りしていますどうぞ皆さんをねサポートしていきますあなたの幸せを祈っています えー、私からのブレスティングブレスティングっていうんですね祝福を皆さんに贈ります。皆さんの宇宙が皆さんの体が皆さんの心が平和でありますようにコロナから守られますようにあなたの中の神が輝きますように皆さん勇気を持って、えー、生きていきましょう。 皆さんを愛しています。